弦楽四重奏曲第一番波長長作品49はドミートリー・ショスタ・コービチが1938年に作曲した弦楽四重奏曲であり作曲者の弦楽四重奏曲としては最初の作品である20世紀最大の公共曲作曲家として知られるショスタ・コービチだが大勢の聴衆を前に演奏される公共曲の作曲については常に 共産党政府の批判にさらされ、自由な作曲活動は制限されなければならなかった。一方、ショスタコービチが生涯にかけて取り組んだもう一つの、ジャンルである弦楽史重総曲は、聴衆の少なさゆえか、幸いに共産党政府の批判を逃れ、自由な作曲活動ができ、公けには言えない自分の内面を表現したとされる。全15局の弦楽史重総曲の中には、 ユダヤの影響を受けた第4番に蝶調、自身のイニシャルである DSCH を音名に織り込んだ第8番派単調、ジャズの影響を受けた第13番ヘンロ単調などショスタ・コービチの多様な作風を見ることができる。わずか19歳で公共曲第1番へ単調を発表し音楽界に鮮烈なデビューを果たしたショスタ・コービチだが 原楽四重奏曲の発表は遅く、最初の作品である本作が発表されたのは1938年、作曲者が32歳の時であり、この天才作曲家が手掛けた最も遅いジャンルである。なお、1931年にはオペラ、ムゼェンスク軍のマクベス夫人、バレエ、黄金時代の音楽を原楽四重奏曲に編曲するということを行っており、 このジャンルへの取り組みの慎重さが現れている。1936年に受けたソ連、共産党機関紙、プラウダからの批判を、1937年に、公共局第5番に単調を発表する、ことによりようやく挽回した、ショスタコービチだが、受けた精神的板では、よほど大きかったらしく、多作家のショスタコービチにしては珍しく、公共局第5番の作曲後は、 数ヶ月ほど作曲活動を休止している。本作はそうした経緯を経て、1938年の夏にようやく作曲された。初演は1938年10月10日にグラズノフ弦楽四重奏談により、レニングラードで行われ、同年11月16日にはベートーベン弦楽四重奏談によって、モスクワ初演を行われた。特に、 ベートーン楽ン重相談とは、この初演以降、生涯にわたって進行を深め、第2番から第14番までの作品の初演を行っているほか、同弦楽四重相談に捧げられた作品も多い。全4楽章、演奏時間は約14分。ありがとうございます。